今日なんですけど、絶世の美女を探せ、ダイヤモンドガール、はい、秋田でやってきたと思います。どっかで聞いたタイトルですけども、はい、これあのヒカルさんがですね、やってたじゃないですか、はい、で僕はヒカル派で京都とか神戸とか行かせていただいたんですよ、はい、で結構綺麗な人ほんまに見つかって、はい、でその後ほんまに DM いただいたりして、うちのライブ配信の方紹介したりとか、はい、ことあったりするんですよ、その中の一部の方はね、はい、結構その企画は評判良かったんで、俺一人でもやれるんちゃうかなと思ってコンテンツ許可なく勝手に撮ったみたいな感じですよ。で今回なんですけど秋田です。秋田、はい、これ雪すごない？やばいっすよ。これはちょっと相当ない。これだから今からこれロケで、はい、あの秋田でそのまあ有名なスキー場だったりとか、はい、まあ、東成瀬村とか、まあ、その辺ちょっといろいろアポイント取ってるとこあるんで、はい、でまあ街紹介しながら美女を探していこうと、はい、今日も一時泊まりですから、はい、ほんまに美女探せるまで帰れません、はい、これ本当にあの秋田の町おこしみたいなことですよ、はい、美女探していきましょう。だから佐々木希さん護衛ですよね。例えばタイトルで佐々木希護衛って入れればいいですよね。ダイモンドガール、絶世の美女探せ、佐々木希護衛、イン秋田ですよね。僕からアファですよね。いや、ラファいるだけだから、まあ、ヒカルになりきれよ。いやでも真面目な話、はい、あの秋田来ても正直分かんないじゃないですか、はい、アテンドしてくれる人、これ呼んでます。これびっくりしますよ。誰ですか？秋田といえばです。秋田といえば、もう分かれ、秋田の 美人は佐々木のぞみ。佐々木のぞみね、はい、ね、はい、秋田とガチっすか？いいっすか？よろしくお願いします。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 秋田県東成瀬村第三セクターを経営しておりますナルテックの近藤純喜と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。純喜さんです。よろしくお願いします。どこが行きましょう？まずなんかスキー場とかゲレンデとか、あ、うん、見たいっすで、はい、ま、秋田美女を探すみたいな。たくさんいます。います。はい、一旦そういう企画で。わかりました。お付き合いいただいて行きましょう。あとなんかおすすめの街とかなんかあったら行きたいんですけど、そのあれですよね、はい、東成瀬村とか。そうです、よく覚えていただいてありがとうございます。町におこしの、はい、代表みたいなことやってますよね、はい、東成瀬村こっから近いんでしたっけ？1時間ぐらい。こっから90分ぐらいです。90分ぐらいです、はい、じゃあそこもうスキー場もそこにあるんですか？そうです。あ、そこじゃいいやん。はい、あの時佐々木のぞみさんの出身っていう。あ、さようでございます。あと誰か有名な方っているんですか？壇蜜さんとか。壇蜜さん、そうなんですか？やっぱ秋田美女、2人だけ。あと、加藤夏樹さん。はい、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 3人だけ合ってますね。はい、あ、3人だけ。いろいろでも秋田のいろいろ食べ物とか紹介してもらいたいよな。いろいろ食べたいよな、いろいろ。ああ、いいですね。東成瀬村の食べ物、はい、いろいろありますよね。いろいろありますよ。中でも一押しなのは、熊ですね。熊？熊っす。え、食べれるんすか？熊食べれます。え、それ東成瀬村で。はい、めっちゃ楽しみっす、それ。え、熊のしゃぶしゃぶあったりします？しゃぶしゃぶないですけど、刺身があります。グラップラーバキ以来、俺ほんまにずっと食べたと思ってん。グラップラーバキ。まず秋田美人っつったら、そのまあ街行くのもそうなんですけど、今日もアテンドしてもらえるんで、はい、東成瀬村にとりあえず来たから、はい、東成瀬村でこう完結しないとダメだから、ちょうど東成瀬村にあるのがこのスキー場、はい、でここには秋田の方が大体集まってるってことで、秋田の3本の指に入るようなスキー場です。へえ、はい、まあ今日は平日なんで、はい、しかも朝一だからちょうど空いてるんで、はい、あ、まあ撮影には向いてると思います。ありあり、はい、もう俺の予想やけど、平日でこの時間に来れる人ってもう大体そういう職業の方やから。どういうこと？そういう人で綺麗な方が多いと思うよ、はい、だからほんまにこれが土日やったらまた違うのよ。確かに。家族とかそういうおじさん、うん、おばさまとか家族になるんだ。わかりました。では後ほど、はい、後ほどね、後ほど、はい、よろしくお願いします。ああ、おる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 、うわ、ほんまや、おるおる、さあ滑ってる人もおるぞ。あそこには女性おる。そう、あそこにおるし、結構企画になるぞ。ちゃんとちょっとだけインタビューさせてもらってもいいですか？はい、大丈夫ですか？え、ちょっと確認ですけど、あの辺にいる小屋お兄さんたちの連れじゃないですよね？え、フリーですよね？そこだけ確認したいです。ややこしいの嫌なんで、秋田まで来て。お前らスキーしに来てる。何しに来てんの？ちょっとスキーできないんで遊びに来ました。遊び。何しに来たの、マジで今日。雪合戦です。思い出せ。めっちゃふざけてる姉さん見つけたぞ。動画ね、滑ってたやろ。秋田美人探してまして。もう秋田美人が東京とかでも美人っていうそういう名所で作るのって京美人とか秋田美人とか。でも秋田美人が一番有名な感じする。まあ確かに前髪めちゃめちゃでも可愛い。確かに。綺麗、見てこの子。いいですか、ちょっと。まだ綺麗。なんでか恥ずかしい。恥ずかしい。じゃあなんでか。あ、鏡だ、鏡だ。鏡だ。鏡だ。田舎の女って感じ。ちなみにですけど、お姉さんたちももちろん可愛いんですけど、お姉さんたちの友達でめっちゃ可愛いでっていう人いたりします？見れたら見たいんですけど。超可愛い。あ、これ私。うわ、なんだそれ。カメラ好きですね、確かに。この子は何やってるんですか？あ、
同じお店で働いてる女の子。何、同じお店ってどういうこと？この子とここ2人、あのガールズバーで働いてる。あ、ガールズバーの方なんですか。そうです。あ、2人ガールだからか、接客業やってるから可愛い、うん、なるほどね。今日もやってる、それ。今日もやってます。行くか。早いな、早い。なんて読み、なんて、ちなみにレアル。レアル、レアルってとこやってんの。はい、今日行くか、夜。まあいいんすか、言っとけ。え、本当に来る。いや、でもあの街の方遊びに行こうかなってなってます。ああ、そうなんです、そういう話もあったんで。あ、そうです、いや、ありがとうございます、本当に、うん、すいません、忙しいところ。難しいところ全然難しいところ全然。あの子声かけよ。一人？ちょっと俺のちょっと今秘密の刃のあれやってるから、今このバーって空間察知して。音柱。音、うん、音柱の空間に音、彼氏がおらんかってやってるから今バーって。はい、いないです。すいません。ちょっと一瞬だけちょっと YouTube のインタビューして。一瞬だけいいですか。はい、大丈夫ですか。綺麗な人、うん、パートナーの方は何人いっちゃう。カラスさんとかですよ。あ、ちなみに友達。あ、女の子も呼んでほしいな。うん、呼んでほしいですね。いや、違うんですよ、あのね、今日ね、秋田美女探すみたいな、うん、秋田美女を捕まえるまで帰れませんみたいな企画してまして。じゃあお姉さんでもういいんちゃう、これで上がりやろ、今日これで、今日この企画上がりでいいやろ。いやいや、そう、巻こうとせんとってください。巻こうも何も、じゃあお前可愛くないって言いたいんか。いやいや、お綺麗ですけど、どういうつもりで言ってんねん。もう俺はごめんなさい、俺が悪いみたいな。ごめんなさい、いやいや、なんか今、いや、すぐ俺悪いもんです。いや、だってそうやん、もうこれ上がりでいいやん。ダイヤモンドの原石です。ダイヤモンド原石でどう見ても、いや、原石ですけど、何に見えんの、石炭に見えんのか。ダイヤモンドになってへんのかいな。じゃあお姉さん の、 あの知り合いの方にも綺麗な人いる、つなぎでな、はい、行きたいけど。ちなみにお姉さんこれ、ね、お仕事っていうか、そのこ地元の方ですか。ちなみにここの秋田市の方なんですか。あ、東成瀬村ではなくて、はい、秋田市の方。これスキー普通にしに来たってことですよね。はい、綺麗。何やって、看護婦、クリニックの受付。何やってる、この雰囲気の感じ、ちょっとこの雰囲気の感じ、まあまあ受付っぽいです、ね、このおとなしい感じの人良さそうな感じ。 OLどうやるって広いな、そこ全部終えれ、俺が言ったもん今の。全部アホでしょこいつ、ごめんね。全部働いて全員終えるやん、じゃあ。ニートや思ったの。いや、思ってないよな。そういう意味、今そういう意味だから、その悪いように見せんといてよ。そうやな、そうやな、なんかせこいって、せこいってモテをせんといて。なんとかしたいやん、夜までには。東成瀬村で楽しみたいやん、夜までには。ちなみにお姉さん、お仕事何してるんですか。あ、そうですか。ヤンキーじゃん。あ、違う。どういう思考なんですか、キャバクラのヤンキー。田舎で僕らやるやつ、ヤンキーじゃん、みんな。アクターの魅力は何なんですか。ちなみにその、出ない理由って何なんですか。出ない理由、出たことあるんですけど、はい、時間がいいかな。なんていうキャバクラにいらっしゃるんですか。クラブ風。クラブ風、今日何時から出勤ですか。8時半。8時に来れる。ちょっとさ、あの秋田でさ、はい、はしご酒って企画やろうよ。ありっすね。うん、東成瀬村、それはそれでいいねんけど、はい、まあまあ、それちょっと続きの動画でさ、はい、はしご酒ありじゃない。いや、ありっす。お姉さん、名前なんていうんですか。真中で。真中、うん、真中さん、友達どんなんですか。かわいいわ、キャバ嬢さん感出たな、急に。うん、キャバ嬢さん感出てる な。何ちゃんですか。リオちゃん。リオ、リオ、リオ。え、これ今、こいつ滑ってるんですか、その辺で。こいつ。あ、ごめんごめんごめん。すいません、すいません、ちょっと、あ、すいません、ちょっとだけあの YouTube のインタビューいいですか。ちょっとだけ、ちょっとお姉さん3人とも綺麗なんで、はい、この中で一番簡単にやらせてくれる人手挙げてもらって。最悪やん、それ。あ、手挙げて、手挙げて、俺は人が中脱いでるから、俺は人が中脱いで、今こうやってやったから、もう分かった、分かった。お姉さんたち今20歳超えてます。超えてます。どこの出身、地元ってか、秋田です。秋田のどこですか。秋田市。あ、秋田市のどこ、何村ですか。村じゃない。怒られますよ。今ね、簡単にやらせてしやがって。そうなんです。平日の朝じゃないですか。お仕事は。じゃあ仕事してんの。一応。何が楽しそうやな。秋田いいな。私22です。20若い。21。20歳です。え、若い。数珠つなぎで、また綺麗な人の綺麗っていう人を紹介してもらいたくて、さらになんかその携帯とか写真でもいいんですけど、この子地元で可愛いでみたいなこと言ったら、ちょっと紹介してもらって、見れないですか。誰かいないですか。一番一番ハーフ。あ、ハーフじゃない。
出身は秋田。秋田です。出身秋田全員？ごめんなさいね。秋田は素敵なところわかるんですけど、出ない理由って何なんですか？強いて言うなら。家族にすぐ会えるから。いいね。それ言われたら言い返されへんよ。何も言わないですね。そうです。100点の答えですね。お姉さんやっぱ何かあるんですか理由。なんか都会怖いイメージしてます。確かに詐欺多いですからな。詐欺？詐欺師とか。詐欺？何かあります？ここに。ご飯が美味しい。うん。あ、ちなみにですけど、なんか僕ここの村で言うと熊肉とか。あときりたんぽとかあったやったら、あ、きりたんぽ何が好きとかあるんですか？これが美味しいとか。いぶりがっこが一番好き。いぶりがっこ、それどういうあれですか？知らないです。知らんな。若干バカにするから。何だろうみたいな感じで。だからいいんですか、この子いいみたいな子。でももう、もうゴールちゃん、うん、さっきの子も可愛かったし、うん、まあ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 、お姉さんも綺麗、いやいや皆さん綺麗ですよ。ゴールじゃないの、うん、でほぼゴールちゃん、まあ、ほぼほぼね。サムネイルだけ撮っとこよ。あとさっきのリオか、リオちゃん呼んで。え、リオちゃん知り合いなの？あのガールズバーで働いてるんですけど。え、君たち夜の人？え、なんていう店？ロジアや。ガールズバーなの？ガールズバーです。絶対、やっぱ夜の人ばっかりやね。だから綺麗やね。やっぱそうやって平日の昼間、俺言ったろ、平日のこんな午前中に来れるんで夜の人がおらんて、はい、今日も夜もいるの？います。夜行っちゃおう。夜行こう。めっちゃ行くとこあるっすか？行く、めっちゃ行くよ。何時からいるんですか今日？9時から。8時からできないかな。OK。 なんとかしてくれよ。リオさんも知り合いなんですか？リオちゃんが同じ系列でキャバクラがあって、フーって。それキャバクラ系列なんや。何、地元のやつみんなここに集まんの？そのグループのやつここに集まんの？ちょっとよろしいですか、館内放送入れていただきたいんですけど、リオさんとすぐにここに来てくださいっていう。リンゴの2にオーシャンズイレブンの王です。はい。お父さん探してます。お願いします。ご来場のお客様のお呼び出しを申し上げます。リオ様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 。滑りに行っちゃった。滑りに行っちゃった。置いて行っちゃった。なんで寂しそうにちょっとね、山中。いろいろ聞かせてもらったんですけど、なんかあれらしいですね、キャバクラ働いてるらしいですね。いろいろ情報も上がってますよね。なんかすごい大きなグループのところの、さっきなんかガールズバーの子もおって、知り合いがどの子の言ってましたよ。本当ですか？はい。めんね、寒いよね。寒そうよね。あ、全然。うん、あ、来た来た、山中来た、山中来た。ごめんね、寂しい思いさせて。よかったよかった、迷子なった。かわいいわ、確かに。うん、うん、確かにいい意味で田舎フェイスですよね。いい意味で、いい意味で田舎フェイスですよ。でその感じいいよね。この、はい、逆にお姉さんなんかもう東京長いみたいな。ああ、まあ確かに確かに。ああ、もう全然、あの一回で言ってますね。一回で。次も甘いも全部知ってます。ああ、彼氏あの今入ってますみたいな感じの可愛い子から可愛い子紹介してみたいなことやってて、ちなみにそれリオさんが可愛いと思う人誰かいたりするんですか？でも。お腹めっちゃ可愛いっすね。何見せられてんの？夜行きますからね、クラブ。え、夜行くっすから、クラブ。マジで。え、来てくれるんですか？行きます、行きます。あ、はい。お姉さん、はい、はい。完全にハマりましたからね。はい、もうハマってるの、完全に業務です。ぶっちゃけ、申し訳ない。いやいや、片思い、片思い。片思い。だから俺も刑務所入りますよ、だから。え、刑務所入りますよ、だから。そうそう、人生持ってるんで。付き合ったら刑務所入って、人生持ってるんで。あの二人行こう、あの二人。すいません、ちょっといいですか、ごめんなさい、滑ってました今。一回休憩して、もう一回休憩して、いいですか、ちょっと今、秋田美人に探ってきたんですけど、お二人は地元ここですか、東成津村ですか？いや、違います、秋田市です。やっぱみんな秋田市になるんか、うん、多いっすよね。やっぱりそう、秋田市からここ遊びに来るみたいなですね。雪今年少ないんで、多いところに。あ、そうなんですか。ですね、今年全然オープンしてるところ、てかあのクローズしちゃって、やってるとこがもう数少ない。あ、そうなんだ。すごいな、じゃあな。うん、タイミングがすごい。失礼な話、夜やってますよね。失礼すぎるやろ。散々インタビューしてて、可愛い人大体夜やってたんですよ。ああ。大体夜だったよ、可愛い人。いや、いや、そのおっしゃる通り。SM？ どっちですか？いや、そっちじゃないよ。そっちじゃないでしょ。スナック系です。あ、スナックは初めてやな。私がママね。ママ？何ママ？自己紹介してください。ジュリと
申します。ズリーママ、いやズリーママ、ズリーママやっぱせ、だって包み込んでくれそうやったもん、うん、やっぱママだったから。ママや。え、そこで従業員されてるってことですか。あ、そうです。お名前なんていうの。なっちゃんです。なっちゃんぽいな。なっちゃんぽい。なっちゃんぽい。ちょっと夜ね、僕秋田の方遊びに行くんで、うん、はい、夜ぜひ遊びに行きますよ。待ってみてください、はい、うちの女の子大喜びする、うんうん、夜行きますよ。な 8時過ぎから8時からオープン。行きます行きます。じゃあ後ほど。あ、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。本当ですか。やった、めっちゃ嬉しい。行きます行きます。本当に行きます。イエーイ。すいません、忙しいところありがとうございます。純喜さん、山本純喜さん、いいのます、うん、あの熊野県とかも聞きたいし。あ、確かに。さっき言ったさ、その牧田ビーン取れたし、その役所行ってなんか、あ、なんかいましたね、うん、役場。旅行とかホテルとかそっちの方はインバウンドとか、そっちはあれですか、そんなにですか。まだまだこれから。まだまだこれから、ね、会社は会社で帰れないじゃないですか、はい、利益があるんで、会社の最大の目的って利益を生むことだと思ってるんですよ、はい、なんでそういう別のところでなんかね、ヒントとかありそうですよね。実はあるんじゃないかなっていう。いいですね、はい、山田原さんもなんか一緒にやりたいです。やりたいですね、はい、キャバクラやりますか。キャバクラやりましょう。キャバクラやりましょう。俺ちょっと考えてることあんねん。こっからですけど、僕のちょっと営業見せます。はい、東成瀬村のコンサル入るわ。はい、ラオさんは、うん、見といて。もうゼロから営業お金取っていくところ、お見せますよ。楽しみです楽しみ。ちょっと僕思ったんですけど、はい、僕の町おこしで、うん、東成瀬村コンサルみたいなことで、はい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 、はい、役所のなんか村長に会うみたいなできます。市長とか村長みたいな。さすがに村長はいけますよ。ベタベタなふり。いけんすか。それちょっと面白くないですか。もし顔がショッキーやったら、それはもう行きましょう。いいっすか。今からちょっとあのフェイスブックでメッセージ送ってきます。うわ、そっからや、はい、そっからや。ということでガチで、ということでガチで来ましたんで、村って2500人っておっしゃってましたね。そうです、2400人ですね。で、はい、5000人になったら町になるんですって。そうです。でそれで3万人とか市なんですって、はい、それ基準があるじゃないですか、はい、メトロポリタンシティになるまで。なかったでしたっけ。なんかシムシティでそんななかった。あ、そんなありました、ね、何万人何十万人だったらメトロなんとかって変わるんですよね、うん、町にするまで、はい、コンサル、はい、100日後みたいな、あのノリで。2500人だと不安します、俺今から。東京でコンサルやってる、このノウハウこのまま入れます、ここに。はい、東京の情報全部ここよ。小池怒ってくるよ、だから。はい、東京の情報全部ここに来んねえから。小池さんね。マジでいいっすか、マジでいいっすか。もちろん、もちろん。え、すげえ。癒しなる攻められ役だ。うわ、すげえ。では、マジで村長に、いいですか。大丈夫です。村長、しっかり交渉していこうよ。はい。失礼いたします。よろしくお願いします。すみません、失礼いたします。お願いします。ユーチューバーのラファエルと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よくそう、何もないぐらいにいらっしゃいました。いや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 、そう思ってました。正直そう思ってました。いやいやいや、オーラすごいな。オーラあります。村長やな、オーラすごいっすね。いや、改めてちょっとお名前だけちょっと改めて。ああ、そう、名刺を渡してない。ああ、そう、名刺いただけるんですね。あ、ちょうだいです。ビゼと申します。ここすでに名刺ですよね。ビゼだ、名前また変わったらないですね。そう、あまりない名字なんですね。え、村長は出身じゃこちらなんですか。生まれも育ちも東の村です。あ、そうなんですか、はい、最終的な着地は村を町にするみたいな、そんなことですか。どうなんだろう。市にしていきたいな、そういうことですね。いや、スマートビレッジにしたいなと思ってるんですけど、YouTuber が全国が集まるような村にしたいなみたいな感じで。僕に1年預けてもらったら行きます。そうですか。ラファエルさんは何系 YouTuber って言ったの。あ、あの教育系 YouTuber です。炎上系。教育系。炎上系。炎上系だ。教育系です。教育系なんですか。やめてくださいよ、変なイメージ。あれ、でもなんか元々自衛隊かな。元々僕あの名古屋の方で自衛隊にいまして、そこからあのいわゆる会社に就職しまして、法人営業をずっと飛び込み営業やってまして、はい、で終わって今です。へー、はい、教育系です、はい、あ、教育系。いや、教育ですよ、これやっぱ社会、社会ですから、社会です。でもあの僕あのコンサル業とかもすごくやってまして。あ、実業家なんだよね。はい、あ、会社も9つやってまして。9つ、はい、すごいね。例えばあの日本で一番大きいライブ配信の事務所を持ってるの、はい、僕の会社です。へえ。1万人所属。キルじゃない。あ、それは YouTube の事務所も持ってました。あ、それは別に、まあ、普通のぐらいなんですけど。あ、そうですね、ライバーってわかりますか。ライブ配信をして、はい、育成する女の子とか男の子が所属する事務所ですね、タレント事務所。それ一番日本で大きいんです、僕も。ワンカラー。ちょっと勉強不足で。いや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 、全然全然。とか、まあ、会社いくつかやって、まあ、9つくらいやってるんですけど、村
まあ、2400人ってことですけど、以上所属してる会社様のコンサル、YouTube チャンネルコンサルしたりとか、いろいろやってましたんで、はい、もうこんなちっちゃい村ぐらいだったらすぐにコンサルできます。失礼失礼。こんなちっちゃい村ぐらいだったらすぐにコンサルできます。でもなんか、いろいろ今日来るまでに提案しようかなと思っていろいろ考えたんですけど、はい、まあ、ここの東成瀬村の中の、はい、まあ、もうすでにやられてると思うんですよ。中でやられてる地場の会社あるじゃないですか。地場で税金を落としてる法人ですね、もうそこの一覧って多分もうすぐにデータ出てるじゃないですか、はい、そのデータを全部出してからのシナジーを生むようなエンタメ感の提案させていただいたらすごいことになると思うんですよ。でここの法人を全部儲けさせればいいんですよね。それがいいですね。そうしたらあの税金がジャベジャベ損じゃない。いや私には気もついてない。損じゃないもんじゃないですか、全部税金。いやここの会社が全部儲かれば全部村のものになるんで。そういうことですね、ざっくりですけど。そう外から呼び込みます。だからそこの会社のジャンルとかごとに分けるじゃないですか、でそれで、まあ、外からお金引っ張る、まあ、海外から引っ張るとか、なんかいろんなことできると思うんで。そうね、喜多方市の今石丸市長といるじゃないですか、はいはい、すごい今有名な市長、はい、あれってやっぱりこう YouTube でもうどんどんこうカウント上げてるので、はい、もう数千万ぐらいのお金がこう市に入ってるんですよね。あ、そういうことですね。すごいなっていうような感覚が思ってて。確かにアファイルさんのような YouTuber の人と一緒にこう、いや、ぜひぜひぜひ、なんかあると結構僕の東田の攻めろって結構なんか変じゃないみたいな感じで、ね、変じゃないでいいんですか。ライブ配信やってるこの子をライバーって言うんですけど、はい、ライバーの子で一般人の女の子ですよ。例えばフォロワー、インスタグラムのフォロワーとか TikTok のフォロワーとか YouTube のフォロワーとかもう1万人もいないような子が1ヶ月で4000万円入ってるとか、それはトップの事例ですけどね、1ヶ月で2億円入ってるとか、すごいね。個人がです。そうなんですよ。だからそのライバーとかの育成とか、仕方変わるよねそれだと。いやいや、そうなんですよ。だから一気に地にまで持っていけるじゃないですか、人口バッと。それはね、そこに行くまでいろんなものを作らないとダメじゃないですか。だから観光名所みたいなもの、今あるいいものを PR することは今すぐできるんですけど、あのいろんな投資しないとダメじゃないですか。その投資のお金をこれ税金ガバガバにして、ポジタン損を儲けさせて、一番はでも人口増えるのもいいんですよね、多分。そうですね、はい、自治体の目標はそれなんですけどね。ライバーをこの村で育てるっていうのは全然いけますよ。いけます、はい、娯楽はあった方がいいと思うんですよ。そうですね、その変な娯楽じゃなくて、ね、娯楽はある程度あった方がいいと思うんで、なんかここを発信のものをいろいろ作りたいなって話をちょっとしてて、ここ発信のスイーツとか、ここ発信でできた何か面白いもの、食べ物とか、多分いっぱいありますよね。そう、ないね、ほとんどない。でも貫禄すごくない？うん、貫禄すごいっす。ちょっとでかい、大きいですし、すごい。いやいや、ごついっすよね。いや腕とか指とかめっちゃごついっすよ。手は大きいですよ。手大きいっすよね。え、普通空手とかなんかやってるんですか？やってるやつ、名前やってる。普通ですかって、こんなの。いや、よかったっすね。もうキャッシャーガリガリな人来たら嫌やな。身長低いキャッシャー。いいでしょ、別に。いやいや、そんな村長、こういう感じじゃないと嫌だ。こういう感じ。こういう感じ、ドンと構えてくれないと。楽しいですね。そういう提案をちょっといろいろとさせていただきますので、ぜひお願いします。もう村長座ってるだけでいいですか？座ってるだけで税収が税収がバカゴン。でもあの本当にちらっと僕、あの先ほどお昼休みにちょっとあのラーメン屋さんとか隣のあれですけど行ったりとかちらっとしたんですけど、英語表記がないですね、全く。あ、ないですね。全くないです。外国人のお客様、インバウンドが来たから書くだともう遅いと思うんですよね。そういう細かいところとかも、東京だともうどこ行っても、もう逆に日本語どこって探すぐらい、もう韓国語、英語、中国語ばっかりで、そこがメインですね。メニュー表一つとっても。なんでそういうのとか、なんか細かいところやっぱ気づくんで、そういうところもいろいろやっていって、まずベース固めていってですね。どんどんご提案して。もう村長も座ったぐらいでいいですから。座って葉巻吸いながら、ウイスキー飲みながら葉巻吸ってくれて、もうそれでいいですから。もうパソコンとか触らなくていいです。あとこっちでやります、全部。全部こっちでやります。お願いします。やったー。ありがとうございます、本当に。すごいですね。はい。もちろん170万ぐらい。はい。もともと200以上いたんですけど。ああ、そうですか。一度チャンネル消えてるんですよ。なんかあったんですか？やっぱ延長系なの。すいません、お忙しい。なんか、お時間ありがとうございました。本当に。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ご丁寧に。ありがとうございます。はい、どうでも。はい。僕は、手組んでる感じしますね、これが。ありがとうございます。ごめんなさい。
はい、ということで、はい、僕がですね、もうこの町の代表になるということで決まりましたので、はい、もうだから税金一番落とす人間になると思いますそういうことですね、法人法に移動したらもうそういうことになりますね、はい、でございます、はい、それで一気にタイプがあります、全然そしたらもう新しい保育所とか作れますからね、はい、あ、そうです、もうそういう事件になりますね、はい、はい、僕の住民を移すってことはそういうことなんです、そういうことですよね、はいいやもう村長との対談めちゃくちゃ良かったです、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、本当にそしてあのうちの会社ってここ入ってるんですよ、役場の、はい、で今ちょうど会議をそっちでやってるんで、はい、まあ、よかったら覗いてもらえませんか、あ、全然あるんですけど、ぜひなので、今日本当に映ってめっちゃしてんねんめっちゃしてんねんめっちゃしてんねんおい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 、2、3人かと思ったらめっちゃしてんねんあれ全部会社なんですか、そうですこの会議の場で村のこう課題解決をこういう方向でやろうよみたいな話ももちろんやったりします、あ、方向とかもここで全部決まってやったりします、はい、すごいですね、楽しいでしょ、街作ってて皆さん街作ってますもんね、こんな人数で会議してるってもうなんかちょっとした大企業やん確かにこんな人数、え、御社何人ぐらいいるんですか、人今54ですね、あ、はい、一番若い人何歳なんですか、20歳ですね、え、若いここ地元じゃないっていう人、あーすごい、すごみんなそれぞれあの他から来てるんですね、じゃあ秋田以外、秋田以外だから、あ、すごいっすね、質問ある人多分、あ、そう、あ、そういうの、はい、そういうの、質問ある人、はい、あ、そういうの、そういうの絶対いますよ、お願いします、じゃあ質問ある人、はい、はい、はい、ちゃんで、あと女性の、はい、どちらからですか、出身は、秋田県の秋田市からなので県内移住です、あ、県内移住なんですね、はい、でも東成瀬村だったんですね、はい、そうです、ご質問ありました、はい、どうぞ、はい、あの仮面の下を見たいなどんどん行くじゃん、どんどん行くじゃん、どんどん行くじゃん、全然、まあ普通のイケメンですよ繋がってると思うんですけど、ね、いて、カズニャンが、カズニャンが今温泉水をベースにした化粧品を開発する事業やって、はい、それは他社にはないんですか、今そこあるんですね、はいはい、まずじゃあそこベンチマークにしないからですね、やるときに東成瀬村としてやります、秋田じゃなくて、はい、そのまずマーケットがどんだけあるか調べたんですよね、まず、うん、まずその市場規模がどのぐらいか、まあ、例えばですけど、まあ、こんな話ばっかりであれやけど、その夜のお店だと6兆円ぐらいパチンコやったら10何兆円ですよね、で市場が決まってるんで、大体まずその市場が大きくないと3人称2位がない、逆に言うと市場が大きかったら連動者なんやけど、そこの数パー取るだけでもすごい高くじゃないですか、まあ言うて商売なんでお金にならなくて多分意味がないんで、おそらくまあ広告っていう意味では有名になってもいいんですけど、まずその市場規模がどのぐらいかまず調べてもらって、でそれが本当にいいのかどうか、だから化粧品だから市場規模でかいですよね、はい、でその中でその温泉水使ったのがどのぐらいあるのか、まず温泉からバズらして、そこでめっちゃいいって評判になってからの化粧水の方がいいかもしれないですね、いきなり温泉使った化粧水って言われてもちょっとスッと入ってこないじゃないですか、そっちはまず温泉をバズらしましょうか、同時に、そうですね、まずは、うん、同時でも先でもいいですけど、まあ、慌てない方がいいですね、それ、まあ、結構こう東京の企業からしたら DX の推進とか採用コンサルって、まあ割とママにあると思っていて、そことの差別化を図りながらどう顧客が開拓をしていこうかみたいなことを今考えていて、あ、なんかちょっと難しい話でした、ね、まず DX をググってちょっと教えてくれ、社長さん相手に、はい、なんかどんな営業スタイルでやってるか、あ、これも簡単です、普段、はい、これ言っちゃって教えて、嫌だな、これ教えたこれ言うとみんなやばいんですよ、レベルアップしちゃうってマジやばいですよ、これ実は大前提、根拠がないとダメです、なんでも一番になりたいからとか、負けず嫌いだからとか、相手に負けたくないからなんでもいいですよ、根拠がないとまず仕事にならないです、で、こっからなんですけど、ちょっとスピリチュアルなことを言うんですけど、はい、脳みそを自分で洗脳できるんですよで、ちょっとこれ本当そうで、受付まず突破してからそういう責任者に会いに行きますよね、本気でもう愛してますっていうふうに本気で思い込みます、僕これね、言葉で簡単に理解できるんですけど、やるのも多分難しいと思うんですよ、これ演技だとダメなんですよ、これもう結構ガチです、え、めちゃくちゃ好きです、だから想像してほしいんですよ、本気で自分の中の人生でめっちゃ好きな人に出会った瞬間想像してほしいんですよ、これ男女ともにその人が今受付嬢でいるんですよ、目の前にっていう感じだったら、どんな営業できるかってなってくると、多分最高峰のおもてなしというか対応するじゃないですか、自分は。そうするとなんかその地球上の、僕はそう信じてるんですけど、地球上の物理とか科学でなんか説明できないような何かが出ると思ってて、人から、
でそれが何かやっぱ伝わって、僕は結構受付突破はよくします。それでそれが男性でも女性でもこれできたら、ちなみに落とせない女いないです。最近ご結婚されて、え、どこのどこが社内恋愛すんなよお前。なるほど、社内恋愛あかんで空気が乱れるから社内恋愛すぐ部署を変えなさい。まあそんな感じで、はい、いいじゃないですか。ありがとうございました。いい感じです、いい感じです。はい、ということで翌日ですけど、おはようございます。おはようございます。なんか酒臭くないですか、どっちか。いや、どっちか酒臭ない、いや、その仮面の中から匂ってます。え、俺、はい、すごいテキーラ臭いねんけど。やっぱりその PR しないとってことで、夜も撮影に、秋田のいいところを撮影してたんでね。そう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 、それまたあの翌日の動画で、これ秋田2連チャンで動画出ますから。はい、はい、で今日は、これは何でしたっけ。これは、東成瀬村が誇る不動滝という不動滝、はい、あります。はい、もう滝の音聞こえてますけど、はい、本来ならあそこまで行ける、本来は行けるんですけど、はい、今日は雪が積もりすぎてて、すごい歩いていけないので、めっちゃ綺麗、この橋の上から。こんなにすごいですよ、これ。ここで修行の体験とかできるんですか。そうです、おっしゃる通りです。仏像修行で、そのうちの滝行をやるところがここなんです。これ本来は歩道ですよね。歩道です。埋まっちゃいますこれ。ここ埋まっちゃいます。これこんな感じですよ、これ。ホタルも普段見れるんか。普段はいます。ここもだから東成瀬村ですよね。そうです、村です。広さで言うと、はい、それ一番最初にお聞きしたかった、どのぐらいの町なんですか、広さで。結構広くて、はい、ですよね。はい、200平方全然ピンとこない全然ピンとこない全然ピンとこないですね。それ東京23区が、はい、確か600平方キロとか。え、めっちゃ広いやん。広いっすよね、そう考えたら。え、そんなに広いんですね。はい、え、港区とかそんな次元じゃないやんな。そんな次元じゃない。そんなもう山手線の中で全然全然そんなに広いんですか。そうです。それはなんかできそうですよね。そうなんです。でもあれですよね、なんかちょっと聞いたところによると、誰か個人で持ってる山もあったりする。そうですね、そうです。はい、なんで奈和さんも一個一個買っていってこの村の不動産王になることもできます。確かにそれもありやんね。はい、ということで、はい、ここは何でしたっけ。東成瀬村のシンボルである天人像の前ですね。あの木は切った方がいいよ、邪魔。あの木はすぐ切りなさい。役場の住所が、はい、東成瀬村田子内天人下っていう住所なんですけど、はい、元から天人の言い伝えがあったと言われてるんですね。いつだったんですか、これ。これ30年ぐらい前ですね。最近やん。最近作ったな、話。役場の職員の方が作っただけです。それ言っていいんすか動画で。でも住所は本物ですし、裏にある仙人の心は本物です。あー、はい、なるほどなるほど。じゃあ伝説あるんですね。伝説あって。なかなか人生でもこんな体験できない。あー、ここ、この素敵な門構えが。やってまいりました。これロケしに来る日じゃないんちゃうの。この絵はなんか昔に実際あった物語なんですか。地獄の地獄です。あ、でも見ときや、行くねんから地獄。ラファさんもね、まあ、あのお釈迦様、お釈迦様、はい、仏教の仏様の仏陀って、はい、お釈迦様の、まあ、生誕から、まあ、亡くなるまでこういう風にこう過ごしていったっていうのがあって、あ、お釈迦様っていうのが一応、まあ、仏教であるので、まあ、仏っていうのが、まあ、ブッダ、お釈迦様が。それ日本ですか。インドとかネパールとかそっちの方ですね、まあ、元々は。あ、スタートは、そっちのがスタートで、それが日本に来たんですか。そうです。まあ大体は多分中国経由で。あ、そうなんですね。確かお釈迦様も分かるわ。週末の終わり休で。あ、はいはい、戦ってるもんね、お釈迦様。戦ってますね。はい、ここで体験できる。そうですね、千人修行、はい、全部セットでした。そうです、セットです。なるほど、泊まって修行、滝行やって、ね、ここでまた全組んで。なるほどね、わかりました。とりあえず東京帰ろうか。はい。うわー、うわ、もうでご飯あるんですね。これテンション上がるなー。あ、すごい、うまそう。和食、完全なる和食や。わー、うわー、いいなぁ、これは。いやー、でも楽しかったんちゃう。
はい、良かったですね、うん、なんかあれやね、秋田美女を探すやけど半分以上がなんかそれ関係ない撮影になったね。そうですね。そんなことないんか、編集次第やけど。食べよ食べよ食べよ、はい、ここね。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。空港の車って本当にずっと運転してもらって。運転手で雇ってるんですか？いやいやいや、運転手ではなく、はい、めちゃくちゃ優秀な採用の責任者です。あ、そうなんですか？はい、たった2年で、はい、採用責任者ってます。そうなんですよ。たった2年であの村に若者50人を移住採用に成功した責任者です。マジっすか？マジっす、マジっす。超優秀。どうやったんですか？それね、企業秘密。教えてほしいよ。いやだからあの動画に出たあの50人全部寄ってたよね。すごい。あのぐらいにね。あんなどいなかに。失礼。でも正直めっちゃ田舎にはこれ本当ね、言葉選ばずに言うと、いや、いろいろお世話にあったし、俺ら地方からさ、ちょっと今日1日2日来る分には気持ちいいやん。はい、また来ようなってきやん。はい、あそこで住んでいくのが不安とか、なんかなんていうの、それつまんなくないですか？そうなんすか。でも若いのにね、今、うん、いろいろ遊びたい時期やのに、まあ確かに住んだら住んだで向こうの魅力があるんか、うん、そうなんすね。何が楽しい？確かにそれですよ。何が楽しいの？冬はミタスポットとかみんな毎週行ったりして。あー、そういうことね。確かにスノボー大会もあるしね。あ、そんなあるんすか。あの50人ほんまキャスティングで呼んでるかのような若者もね、うん、なあ、確かに、なあ、なかなか揃わないです、あんな若いのが。それをだって東南の水元のさ、言ってしまったら何もないところに来てるから。ちょっとね、いろいろ先ほどカメラ外で喋らせていただいたんですけど、はい、ちょっといろんな形でほんまに関わっていくことになったんで、ちょっとほんまに僕もあの協力させてください。ああ、もうぜひぜひお願いします。ラファエルさんみたいな方に力貸していただけるとありがとうございました。お土産で、村で一番近い酒蔵さんで、まあ、しかも村の米も使ってくださっている酒蔵さんの純米大、はい、これをまた港区女子と一緒に飲むんか。港区女子と一緒に飲むんか、これも。叶、はい、わんな。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we living in a fiction?